こんばんは、北島三郎さんに弟子入りし、デビューの年には日本レコード大賞新人賞をはじめとする多くの新人賞に輝いた演歌歌手北山たけしさん、嫁が師匠の娘ということもあって、北島ファミリーではすっかりおなじみの顔ですね。義父でもある北島三郎さんとの関係は良好に見えますが、一部では離婚を心配する声も飛び交っているようです。今回はその原因を探るとともに、夫妻の子供や北山たけしさんの性格、さらには家族について見ていきたいと思います。師匠である北島三郎さんの次女さと子さんと、2009年5月8日に入籍した北山たけしさん、2人とも35歳でした。挙式は北島三郎さんの誕生日である10月4日に明治記念館で行われています。ちょうど誕生会が同日に同会場で開かれる予定だったことから、誕生日プレゼントになると夫婦で話し合って決めたそうです。明治記念館は50年前に北島三郎さんも結婚式を挙げており、北山たけしさんにとってもデビューイベントを行った思い出の場所、人柄の良さそうな北山たけしさんのことですから、大御所の誕生会に乗っかってちゃっかり挙式費用を浮かせたなどと捉えるのは余計な勘繰りなのでしょう。二人の馴れ初めは内弟子になって3年目の頃のこと。師匠宅の庭の草刈り作業中に芝刈り機で指に怪我を負ってしまった北山たけしさん、入院中に病院に足を運び看病してくれたのが里子さんでした。これをきっかけに二人は急接近。けれども弟子が師匠のお嬢様と深い仲になるなど恐れ多く、周囲には交際を10年近く内緒にしていたとのこと。いざ北島三郎さんに報告する際は殺されるかもという不安が頭をよぎったそうです。命がけの恋を実らせ無事ゴールインした北山たけしさん、2014年から2015年にかけては北島三郎最終公演に出演したり、2018年には同じく北島ファミリーの大江豊さんとユニット北島兄弟を結成するなど活動の幅を広げていますね。北島兄弟は同年の紅白歌合戦にも特別枠で出演、師匠と弟子たちの共演となりました。平成最後の紅白歌合戦に特別枠で北島三郎師匠の出演が決まり、北島兄弟も同じステージでご一緒させていただきます。本当に本当に嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。紅白のステージでは力いっぱい心を込めて北島兄弟ブラザーを歌わせていただきます。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。支えていただきました皆様、本当にありがとうございました。2021年も引き続き北島兄弟で全国ツアーを行うほか、ソロ活動では大忙しの北山たけしさん、ところがその一方でプライベートでは離婚危機の噂が浮上するようになりました。その原因を探ってみると、夫妻は結婚当初から別居婚であることが判明。妻の里子さんは北島三郎さんの活動を付きっきりでサポートしており、今も実家である北島宅に住んでいるとのこと。片や北山たけしさんは食事の際に北島家に顔を出す形なのだとか。これでは離婚危機がささやかれるのも無理はありませんね。では実際の夫婦仲はどうかというと、関係はあくまで良好なのだそうです。北山たけしさんはコンサートの MC で妻の話題を取り上げることも多いですね。おそらくこうした結婚の形を了解した上での入籍だったのでしょう。別居婚状態のお二人ですが、離婚が噂される原因はお子さんがいないことにもあります。なんと北山たけしさんは長い間セックスレスだと噂されています。結婚の報告をする際も殺されるかもという覚悟をしていたという北山さんですが、なんと婚前交渉は一切なかったんだそう。死に対する恐れがあったからだと言われていますが、それは師匠の娘を性的に手が出せないことは結婚しても変わりませんでした。はっきりと語ったわけではありませんが、北山さんがお子さんについて友人と語った際にこのように漏らしていたといいます。
手に触れるだけでも恐ろしいと思ってしまう。孫の顔を見せないとというのはもちろんあるんだけど、こればっかりはどうにもね。この発言に尾びれがついて広がり、北山さんは ED であるなんていう噂もネットでは広がりましたが、そのような根拠は一切ありません。家についても気になりますが、バラエティ番組で一部が公開されていますね。住所は不明でしたが、夕食を北島家で済ませてから自宅に帰るという生活を送っているので、八王子の北島宅からさほど遠くない場所にあると思われます。自慢は楽器部屋と衣装部屋だそうで、楽器類は収集が趣味という尺八のほか、ギター大正琴という渋めのラインナップ、和太鼓や三味線も得意とのことですから、和楽器が好きなのでしょう。衣装部屋には北島三郎さんから贈られた漆黒の衣装が大切にしまってあるそうです。師匠の手による2004年の片道切符は、実は再デビューだった北山たけしさん、過去に一度デビューするも芽が出ず故郷に帰った経緯がありました。初心を忘れず、将来は北島ファミリーを牽引する存在として輝いてほしいですね。続いて家族についてです。父渡辺秀樹さんは福岡県柳川市でカラオケ教室を経営しています。北山たけしさんの本名は渡辺たけしさんです。秀樹さんは若い頃に歌手を夢見たことがあり、北島三郎さんの大ファンでした。家の中はサブちゃんのポスターだらけで、毎朝ポスターに向かって手を合わせるほどの崇拝ぶりだったそうです。自身が叶わなかった夢を息子に託したのでしょうか。北山たけしさんは4歳の時から父に歌を習い始めました。しかし8歳までは発声練習のみで、歌詞を歌うことは許可されなかったとのこと。父のレッスンは腸のつくスパルタ指導で、時には市内で叩かれたこともあったとか。親子の二人三脚のおかげで、やがて北山たけしさんは地元テレビ局主催の子供向けのど自慢大会で優勝するなど頭角を現していきます。プロとして歌手デビューを果たした今は、子供時代のスパルタ教育があったからこそ今の自分があると父親に感謝。二人はファンイベントで共演することもあるようですね。母雅子さんは1998年に癌のため50代で他界。北山たけしさんがデビューした日は雅子さんの命日でした。一目でいいから歌っている姿を見てほしかったと語っています。姉がいるという情報があるのですが、本人についての詳細は分かりません。おそらく一般人なのでしょう。妻さと子さんが北島三郎さんの次女ですから、北島三郎さんの子供にあたる義理の兄弟は4人いることになります。そのうち北島家の長男龍さんは北島音楽事務所社長、次男はかつてロックバンドファーストブラッドのボーカルとして活躍した大野誠さんです。解散後は大地と子名義で作詞や作曲活動をしていました。系列会社である北島音楽出版の役員も務めていたようですね。2018年3月3日に死亡しているところを発見されたというニュースは衝撃的でした。三女は歌手で女優の水町玲子さんです。兄弟というと北島兄弟のことにも触れないわけにはいきませんね。2018年、北山たけしさんのデビュー15周年、大江裕さんのデビュー10周年を記念して始動した北島兄弟ユニット名の命名はもちろん北島三郎さんです。デビュー曲ブラザーは大野誠さんの遺作であり、日本レコード大賞の企画賞を受賞。同年の紅白歌合戦にも特別枠で出場しています。ここ最近は北島兄弟としての活動も多く、全国ツアーも展開していますね。10代で弟子入りを志願するも門前払いされた北山たけしさんは21歳の時に再度チャレンジ、10日間通い詰めてようやく北島ファミリーへの入門を許されました。それからは8年間に及ぶ付き人としての修行の日々。仕事は運転手、料理、庭の手入れといったもので、
歌の練習は一切なかったといいます。北島三郎さんは下積み時代が長かったことから、スタッフやファンをとても大切にすることで知られていますね。そんな師匠の背中から学ぶことは多かったようです。山本ジョージさんは2007年に北島音楽事務所を独立して、ジョージプロモーションを立ち上げましたが、これは北島ファミリーからの離脱を意味するものではなく、のれん分け、今も北山たけしさんの兄弟子にあたります。北山たけしという芸名は北島三郎さんと山本ジョージさんの名字から一字ずついただいたものだそうです。以前は北島三郎の弟子という触れ込みがプレッシャーだったという北山たけしさん、演歌を聴かない若い世代にも受け入れられるような新時代の演歌の担い手になってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。